吉田の流儀ですね。今回感情トリガーを操れと、感情トリガーを操れ、これでいきましょう。昨日ですね、中村さんっていうね、投資家中村、トレーダー中村大先生と、まあ、音声対談撮ってたんですけど、そこでね、感情トリガーっていうのが出てきて非常にいい話でした。まあこの YouTube の下にリンク入れとくんで、興味ある方は聞いてみてください。めちゃくちゃいいですよ。もう全てに応用できますね。でまあそれどういうことかっていうと、人はどういう時に感情がこう出るのかって話なんですよ。例えば綺麗なね、女性を見たら興奮するという感情が出るとかね。あとはなんだ、なんかこういう言葉を入れる、こういうそういう言葉を聞くとムカついたりとかね、そういう言葉を聞くと心地よくなったりとかね、なんかいろいろ、あと音楽とか分かりやすいと思うんですけど、こういう音楽を聞いたらテンション上がるとか、こういう音楽を聞いたら心が落ち着くとかあるじゃないですか。でもそのトリガーって人それぞれ違うと思うんですよ。でじゃあ自分がお金を稼いでいく、何か前進していく、新しいことに挑戦していくっていう時も感情が動くわけですよ。でどういう感情の方がアクティブに動けるのか、どういう感情の時の方が冷静に動けるのか、でその感情のそのところは何なのかっていうところを、なんだろうな、知っておく。自分はこれを聞いたらこうなるっていう、例えば僕の場合だと、必ずそのブログを書くときとか文章を書くときはもうほぼ9割9分、ほぼ9割9分音楽聴いて、まあ文章書くんですよ。まあ本当にたまに音楽聴かずに文章書くときあるんですけど、でもほぼ9割9分音楽聴くんですね。だからそれは音楽を聴くイコール、なんだ、文章を書くという感情っていうか、そのスイッチングになってるんですよ、僕の中では。まあこれ人それぞれ違いますよね。音楽を聴いたら集中できなくなるっていう人もいるので、一概には言えないですけども、人それぞれそれ違いますから。だからまあ自分がどういうふうなことをするとどうなるのかっていうのを自分を分析するってことですね。自分を分析して自分を管理していくと。わかります？これやるぞって決めてもそのルールをね、破っちゃったりするわけですよ。でもそれを自分の感情をしっかり管理してやるって決めたらやれるようにしていく。じゃあやれるようにするためにはどういうふうな感情を引き出していくのか、でその感情を引き出したことによってそれが守れるようになるのかっていうところを自己分析するってことですね。自分の感情を分析するっていう、これがね非常にね大事だと思います。まあ音声対談聞いてやってて、それいいっすねみたいな、なんかいろいろ話してたんですけど、まあ興味ある方はまあ音声対談聞いていただければいいと思います。ただし、やっぱね、自分を管理するってすげえ大事だなと思いますね。だから、そうそうそう。この前、その塾生さんとも対談した時に言ってたな。座椅子に座るな、みたいな。要は、座椅子に座った瞬間に、その塾生さんはね、余計なことを見ちゃうと。なんか YouTube 見始めてダラダラしちゃうと。だから、座椅子に座らないということをやったらしいんですけど、まあ、そういう、その、自分がこうしたらこうなってしまう。例えば、冷蔵庫に、お菓子が入ってたら食べてしまう。じゃあ冷蔵庫にお菓子を入れないとけばいいわけじゃないですか。え、そうじゃないですか。冷蔵庫を開けたらお菓子っていう情報を見ちゃうからお菓子が食いたくなるわけですよね。じゃあ入れとかなければお菓子食えないし、お菓子の情報を見ないので、まあ食わないですよね。とか。だから自分の行動を制御するために何が必要なのかだったりとかね。だからそれすげえ大事だと思います。だからまあその2つのね、音声対談入れときますので、中村さんとの音声対談、その塾生さんとの音声対談言っとくので、すごく2つ聞くといいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。